やっほー、モアの加田です。 K-POP 雑食オタクの小田です。今日はですね、トゥモローバイトギャザーさんの今やってるツアーアクトプロミスのアジア公演の詳細が出たので、それについてちょっとお話ししていこうかなと思っております。はい、はい、ちょっと発表されてから日が空いちゃったんですけど、私ことあるごとに今年の一番の大イベントはセバさんのアジアツアーだよってずっと言い続けていたと思うんですけど、はい、はい、なので聞いてくださってる方々の中でもセバさんのアジアツアー行かれる方多いんじゃないかなと思ってて、うん、でね、私これ喋ろうと思いますって言ったところで何にも結局決まってないのほぼだからこれ相談ベースというか全然結果報告じゃないんですよ、はい、なのでちょっと小田さんに相談に乗ってもらいつつ、え、みんなどうするんっていうのをちょっと皆さんにも相談させていただけたらなと思っております。でまず8月30日31日がマカオかで、あーなるほど、マカオね、初日がマカオ、初回がマカオで、でマカオ行けないんですよ私。っていうのもまあ皆さんもご存知だと思いますけど、私すごく雑食なもんでえなえぷんの公演と被っちゃってて行けないなって思ってます。はいはいはい。だけど調べれば調べるほどやっぱり一番マカオに行きたいの。そう、うん、で今なんか喋りながらもう日付ぶつかっちゃってるから行けないなっていう話をしようと思ってたんだけど、うん、これちゃんと読んでたら1日ずれてるわと思って、クバが30、31でえらいぷんが31の9月1日だなって今喋りながら気づいた。またそういうことしようとしてるいやわかんない、ちょっと待って、まだ全然決めてないっていうのも、いやマカオ本当に会場も良さそうだし、はいはい、で私ちゃんと調べてたらその会場がある隣のホテルに泊まったことあるの。そうそうそう、でその辺すごい楽しいのよ。あ、なんかカジノとかある系の場所なの。へ、なんかマカオってなんか旧市街地のマカオとそれと別で、うんうん、コタイっていう完全埋め立て地で、もうそこはもう超大きいホテルとかカジノとかしかない一角みたいなのがあって、うんうん、その中にあるアリーナでやるの、はいはいはい、だからなんか結構なんか近場で非日常感を味わえるみたいな雰囲気の場所なわけよ。へ、好きなわけそこ、そうそうそう、うん、だからそこでやるのかと思って、めっちゃ行きたい、どうしようって思いつつ、まあ、さっき言ったみたいに日付が被ってるからどうしようって思ってるところです。もうね、日付さえ被ってなかったら絶対マカオ第一希望なんだけどな。そっか、はい、なんか一日の公演のために行くのなかなかだよね。なかなかだよ、本当なかなかだよ、うん、どうせ行くならね、そう2日間あるしね。ね、そう、でもめっちゃ行きたいなマカオ悩ましいな。治安とかは多分全然大丈夫だと思う、うん、ここは、うん、はい、そこマカオでしょ。で、うん、その次が9月7日にシンガポール、うん、でこれは去年行ったとこと同じインドアスタジアムっていうところで1日だけやるんだよね、うん、あ、そっか、こっちは1日だけか。そう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 、うん、でちなみに私もそのシンガポール行くかどうかまだ分かんないけど去年行ったので、うん、もし行かれる方の参考になればと思って覚えてることをお伝えすると、うんうん、シンガポールはとりあえず荷物検査がすごく厳しかったのと、はいはいはい、水とかを持ち込めない。なんかさ、その時さ小田さんのさスキズーのリノのさはいはい、ぬいぐるみを買ったのお土産に。でさ、連れてってあげてよって言われたんだけどさ、あれ連れてくと取られちゃうから多分無理みたいなさ話したの覚えてる。取られちゃうかもしれないからみたいな。そうじゃん、そうそうそう、会場内にダメなんだよね。そう、なんかね、ああいうのもダメみたいな、はい、
で、そう、水も持ち込めなくて、で入る時もこうなんかなんていうの、金属探知機みたいなやつとかで体とかあの、荷物とか全部やられて、荷物も結構なんかしっかり見られた気がしますね。で中に入ったらお水とかすぐ買えるんですけど、私あのスタンドで入ったから、スタンディングの方とかはお水取られた後どうなってるかちょっと分かんないんですよね。確かに怖い。そうそうそう、なんかその辺ちょっと行かれる方は確認された方がいいかもです。はい、でも会場はすごく大きすぎないし、多分スタンディングで見てもスタンドで見ても結構どこで見ても楽しめる感じのいい会場だと思います。うんうんうん、あとは去年私が行った時はチケットの全然本人確認とか全くなくて、ああそうなの、そう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 、チケットを買うのがチケットマスターっていうサイトなんだけど、チケットマスターって超オーソドックスなやつはアメリカのでよく使えてるチケットマスターってサイトがあるんだけど、あ今回シンガポール公演だとチケットマスターシンガポールっていう方のサイトなので、そこをお気をつけくださいっていうところと、うん、そこでチケティングしたら、うん、もうそれをただ単にあの印刷して持ってってバーコード読んでもらう、うん、読んで入場っていう感じなので、チケットはだいぶ売れそうだった。何なんだろうねそっちちゃんとやったのそれはね去年と同じであれば、なるほど、そうそう、そんな感じでした。シンガポールは治安もいいし、公共交通機関で行けるところにあるし、市街地から遠くないというか、あのメインのところからも近いので、そういう意味ではとても行きやすいと思います。で次が10月2日ジャカルタ ICEBSD ホールっていうところなんだけど、ここがなんか結構 K-POP アイドルがいろいろコンサートやってそうなんだけど、あんまりよくわかんなくて、多分平面で、なんかホールなんか4と5をつなげたりつなげてなかったりとかしてるっぽいし、なんとなく絶対かはわかんないんだけど、なんか座席表とか写真とか見る感じ多分平面っぽいんだよね。最後に10月5日6日に台湾、NTSU アリーナっていうところで、台湾は2日間やるんですよ。でここは1万5千人ぐらいのところっぽくて、普通に行きやすそうだから、うんうんうん、っていう4カ所で、まあ、とりあえず私は自分で自力でチケットが取れて、スタンドのいいところから見れそうなところに行きたいみたいなのが、まあ、自分の第一条件なんだけど、うんうんうん、台湾はチケッティングしてみる2日間、うん、で取れれば行きたいなって思ってる、うんうん、まあ、これはまあだからチケットが普通に取れば多分行くでしょう、多分行かれる方も多いんじゃないかなと思うんですけど、はい、で残りをもう1個ぐらい行きたいなって思ってるんだけど、まあ、そのさっき言ったみたいにちょっと一旦マカオは物理的に日付的に行けないとしたらシンガポールかインドネシアだけど、なんかインドネシアと台湾はそんなに日付が空いてないの。そうだね、そうそうそう、だから、ああなるほどね、インドネシア行ってそのまま台湾に行くか、だけど、うん、さっき言ったみたいにインドネシアは平面なわけよ、うん、そうね、そっかシンガポールだったらいいのにと思って、最高だね、そうそうそう、うん、平面か、でもさシンガポールもすっごい楽しかったから行きたいんだけど、まあ、どっちかって言えば行ったことないとこに行きたい気持ちもあるよね、うん、あなるほど、なんかい、うん、っていうので、まあインドネシアに行くか、まあ、別でシンガポールにするか、で迷ってる感じかな。ちょっとインドネシアの会場入ったことある方いらっしゃったらどんな雰囲気だったか教えてほしいなって思ってるんですけど。そうだね、うん、確かにここ10月2日からね
次10月5、6だから、本当つながっていったら楽だね。そうそうそう、つながっていったら楽。なんかまあちょっと長めの休みみたいな感じで行ってもいいかなって思うんだけど、一日のための平面かと思うと、でもインドネシア、行ったことないから、行ったことないところが楽しいかな、どうかなって思ってます。ただまあ、なんかじゃあシンガポール1日とか行くんだったら、いやさっき言ったみたいに、いや意外とマカオ1日だったら行けるかと思ったらそれもいいのかなって、こう今さっきまでその考えなかったんだけど、私もそう思った、ね、シンガポール1日だったらマカオ1日でもいいよね、とかちょっと思ってきた今、そんな。でもね、もうね、全然悩んでる暇はないんだけどね、っていう感じです。まあ、とりあえずチケッティングしてみ、入ってみて考えるかな、そこで考えるのって感じだけどさ確かにね、取れたなんか去年さ、チケットティングの時すごいカード弾かれてたの、どの国だったっけ？あれタイ。あれタイか、シンガポールは全然大丈夫だった。あとタイ、この話結構言ってるかもしれないけど、台湾は最初去年1日しか最初なくて、日付がその1日の時のチケッティングは普通に惨敗で取れなかった、すぐ完売しちゃって、で追加公演でもう1日プラスされたの、でそっちは結構余裕で取れそう、余裕で取れそうだったんだけど、まあ1日のために行くかどうかって悩んでやめちゃった。そうか、そうそう感じだったので、結構台湾が意外と2日間普通に自力でチケッティングできるのか結構悩ましいなと思ってて、っていうのもあって他どっかで1個行きたいかもなっていう風にも思ってるんだよね、台湾。そう、もう何取れたら行くって絶対決めてるけど、普通に取れない可能性もありそうだなと思ってて、そうだね、いやマジどうやって決めたらいいか全然わかんない、本当だからチケッティングして取れたとこに行くみたいな感じになりそう全部取れたらどうするね、全部取れたらどうしようそんな感じですかね、全然だから決まってないんですけど、みんなどうするん、台湾行く人多いよねきっと、台湾シンガポールあたり多そうだけど、ちょっと私はマカオもいいなと思ってるとこです。またみんな私含めて全員、すごい楽しみにしてると思う。本当？どこに行くのか。あどこに行くかね。いやでも移動する意外とチケッティング惨敗とかしたら悲しいよ。ああでもちょっとまず、ね、1個は逆に来たいよと思って。そっかそっか、そうだよね。取れない可能性はあるもんね。ちょっと怖いんだよね。なんかあんま読めない。から、ちょっと怖いです。結構今までアジアですごい大きい会場やったりしてたこととかあって、そういう時はすごいチケット結構余ったりしたんだけど、今回普通にキャパがなんだかんだ1万ぐらい、1万台ぐらいだから、意外と分かんないぞみたいな。分からんけど、読めない。インドネシアとかもさ、人口多そうだからさ、意外と、そうだね、人気あるしね。とかあったりするのかなと思って、そうだよね。読めまへん。なので、どこ行くかは、本当に今日の時点で私も結構、わからん。どっかに行けることを願っております。はい、そんな感じでした。まあそんなあのアジアツアーどうしようとか言ってるんですけど、普通に来週からとうとう東京ドームを皮切りにドームツアーが始まるので、そちらも楽しみです。いいないいな。もう本当に今年の夏の現場よと思って。
大変なことになっております。うんうん、でもアジアもうちょっと追加されることもあるのかな、ちょっとよくわかんない、なんか今年少ないなと思って。なんか台湾で終わるわけない気するね。そうなんだよ、そうなんだよ、台湾で終わることはなさそうだから、うん、うん、ちょっと、うん、でもまあ今年最後に、まあ、最後かかんないけどソウルでアンコンもやるのはなんとなくほぼ決だから。あ、そうなんだ、ね、そう、またなんかソウル戻ってきます的な感じだったから、おお、うん、ちょっとなんかいろいろね、いろいろご利用は計画的にしたいんだけど全然計画が立たんなと思って困ってるとこです、ね、でもあの鳥羽さんのアジアツアーは私があのなんだろう普段行かないところに行ける自分の、うん、なんだろう、うん、あの楽しみな機会なんで、ちょっといろいろ頑張って挑戦しようと思ってます、うん、はい、ここまで聞いてくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またね、またね。